はい、お世話になっております。送りバントの西久保です。小山です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。で今日も、はい、あのレッツゴーなぎらさんが来てます。我々もなんか年を食ってきたんで、若手の皆さんにアドバイスをとか、あの悩み相談をみたいなことを話し振られることが多いじゃないですか。ある。まあそれはそれでありがたいっちゃありがたい。嬉しいです。嫌じゃないけど、うん、俺たちも悩んでるよ。俺たちも困ってる。そういうこと。同じように困ってますよね。もっとかもしれない。もっとないかもしれない、ね。先行きがちょっと見えてきたから。今おいくつ？47で今年8になるんですよ。あ、もうなるほど。これ46になったばっかり。うん、高山さんコメントでも45は嘘だろう。あ、そう多かったっすね。一回り以上先輩ですからね。いくつも29です。いいなそれで、はい、まあ、なぎらさんに僕らの悩み聞いてもらおうって、解決してもらおうって思って、うん、解決を今日は持っていくんですか。あ、もちろん。荷が重いっすね、うん、悩みは。じゃあ高山さんあります？本当の悩み、俺の悩みは、はい、貯金を全部使ったことがあるんだけど、本当に600万円使ったんだよね。やば。どれくらいの期間ですか？2年。え、何を、あ、でもこれ使ったんですか？それ酒だけ。6でもない。そっから、はい、バレたね、2年後に。うん、知ってる知ってる。で、よく2年バレなかった。で、大変なこと、本当に大変なことがあったんだけど、はい、そこは置いといて、はい、銀行のカードをもらえないの。はい、あ、そうそう。だからずっと。もうだから、もうこの8年間ぐらい俺 ATM って行ったことないのよ。買ってから毎月6万円だけ支給されるの。現金6万円とカードだけは支給されてるんだけど、はい、でもさ、俺が飲みに行く場所も大体現金なのね。だから足りないから、いまだに3人で行くとするじゃん、はい、3万円だとするじゃん、うん、俺カード払うよっつって2万円もらうよなそういう生活をいまだにしてるんですね。うまく回してますね、それはっていう錬金ですうまくて曲がってすバカがやっぱそういうそれこそ俺無理よりお金ないってとか考えてる一番ないんじゃない一番ないと思うよ。会長です。だからよく借りてるじゃんそれを解消したいですはい、お願いします。まあ厳しいっすね厳しい。多分あの一種の病気。病気っていうのはそのお金を使い込んじゃうっていう。そうです。もう何くさら依存症とかよくあるじゃないですか。これはもうその領域に到達してる。これもあの専門の病院に俺8年間マジで反省したんだよ、はい、あの殺人事件とかで8年とか出てくったりするじゃんそうですね、そうですね。でもよく考えたらさ2年で使った額って500万でプラスオンいろいろで1000万ぐらいは使ったか多く見積もって、うん、だ自分が自由になる金を2年で1000万ぐらいあるような稼ぎを得ればいいってことでしょ。そうですね。それが気にならないぐらいの膨大なキャッシュを、うん、プラス家庭に入れる金に1000万そうなんです。ここに来て高山さんがもう馬車山のように働き出すっていう、うん、どうでしょう。じゃあ今の生活でいいですすごいですよ高望みしないっていう、うん、そうだね、ことですね。その6万とかって制約が楽しみを与えてくれてる。確かに確かに。可能性もなくはない。もうちょっと欲しいなとかね。そうですね。うん、すごい。すごい。いや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 。ありがとうございました。いや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 。解決しちゃった。なんすかこの時間。この悩みは、はい、謎になんかどっかを痛めてるわけじゃなさそうなんだけど、はい、階段とか登ったりした時に膝が痛むの。もっと言うと朝起きかけで痛いとか。まあ、受診っすね。これもクリニック系？クリニック系ですよね。わかるよ、でもそのうち。やっぱそうなんすか？そう。だってまさかさ、こんな、なんすか、疲れると思わなかったしさ、痛いとかさ、なんないでしょ。僕も、この送りバントさんといる時間だけ、寿命ってものをたまに考えるんですよ。もうまあ30になりますけど、実写の子とかと絡んでても、まあ元気だし。そうか、無限に働いてる子と一緒にいることの方が多い。俺らマウンテンの子とかはまだ若い、ね、シェアハウスもそうですし、うん、元いたゴールビードもそういう熱血ね、確かに働いてなんぼみたいな。送りバントさんを見ると、うん、ああって人っていつか死ぬんだなそういう意味では、そういう若い層の人たちに、はい、命の尊さみたいなのを気づく、貴重ですね、機会をこう、はい、作ってるっていう解決解決してますよすごいなすごいなそうバカだよね、はい、50近くなったらこういうのはきついんだよっていうのを伝えてあげるだけでも、うん、価値があるんで。その板さんにね、板さんに理由ができたわけですね。なんか俺2ヶ月前ぐらいのこととかマジで一切忘れちゃうことあるんですよ。プライベートのことを、まあ、特に、うん、写真でこういう店に食事に行ったよとか、うん、見せられてもはってみたいなぐらい忘れちゃうことあるあとさ、うん、あの映画なんだっけみたいな。お前そのインディ・ジョーンズが出なかったら結構嫌だったなんかほら、あの、大本格のアクションみたいなどうすればいい。
あれじゃないですか、送りバント者、ぼちぼち後継者探した方がいいんですか。いや、もう別に誰かに継ぐ、継ぐような会社じゃないもんね。うちの娘にも聞いたの、うん、どっちが継ぐって言ったら、うん、やりたくない。いや、そりゃそうだ、そりゃそうだ、やらない。選択肢にすら入ってなかったんですね。まあ、この代で終わるんですけど、うん、もしくはまだアゲラさんがやるかと、うん、ぜひぜひ、うん、気が向けば僕本当にやったら10年10年じゃない。うわ、あと10年ですか、送りバント十分じゃないですか。十分なんですか、大満足ですか。だからそう、10年後ぐらいからはね、悠々自適に言うとか乗りたくないですか。よくね、そういう人生にしたいから、じゃあバックアップお願いします。あの YouTube、これ好調なんじゃない。いや、これもでも投げ田さんのおかげですよ、マジで。列を投げ田さんのチャンネル出て、で、投げ田さん出てくれて、そっからもう、本当おかげさまです。おかげさま、ありがとうございます。ありがとうございました。今日もね、あの悩みを解決してもらったし、悩みも解決してくれて、この10年間、はい、金もくれるわけでしょ。生活をさ、話ありましたっけ、送りバントの景気を良くしてくれるわけでしょ、はい、ありがとうございます。そんなことします。頑張ります、うん、はい。じゃあ、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。